こんばんは。グロス。こんばんは。中村舞です。やっほーん。ハートタコお疲れありがとう。風船も。ゲリラで始めた。こんばんは。いちもありがとう。寒い空港。こんばんは、こんばんは、こんばんは、中村舞です、こんばんは。 QR 読みました。お、 QR コード。そう、今日はね、ダンスリリックビデオのダンス QR なんだっけ、ダンス QR ビデオ、そう、公開されたので、皆さんぜひ、まだ見てない方は見てみてください。ありがとう。見た？あのね、 QR コードがこう、前回のちょっと前に出てたミュージックビデオでは、あの QR コードがあまり読み取れないような感じでアップになったやつがあんまなかったんですけど、今回は QR コードが結構アップになったカットがめちゃくちゃあって、そう、全メンバー読み取れるようになっているので、読み取れない、いや絶対読み取れるよ結構ね、ストップしてる。ありがとうございます。そう、見て、読み取ってみてください。キュアルよかった。そう、なんか今読み取ると、なんか個人個人のページに移動するんですけど、そのみんなそれぞれ朗読をしてるんですよ、歌詞の。その歌詞の朗読が出てきます。なので、私が歌詞を朗読したやつも出てきます。全メンバー見てました。すごい、16人。10日で変わる。そう、なんか期間によって変わるみたいで、私もちょっとその次が 何をこう読み取ったら何かが出てくるのは知らないんですけど、そうなんですよ。朗読上手だった？嘘。でもなんか、こう携帯をね、こう動画とかでこうストップして、お姉ちゃんにこれ、この QR コード読み取ってって言って読み取ってもらったの、自分のやつで。そしたら自分のページに移動してさ、お姉ちゃんがそれを見てたんだけどさ、自分の朗読してるのすごい恥ずかしいっていうか、なんか自分の声ってさ、なんか録音して聞いたりするとさ、なんか変な風に聞こえるじゃん。なんか自分が発してる声とは違うく聞こえるじゃん。その現象に陥ってさ、うわーって言いながら一回だけ聞きました。うわー、無理だ、聞けない、なんかやだーみたいな。自分の声なんか、うわー、なんでこんな自分で聞くと、そう、なんか慣れない。そしたらお姉ちゃんに、え、いつもこんな声だよって言われて、もっとショックを受けました。今も発してる声はこんな声なんですねひぃスキーハート、ありがとうございます。歌声もなれんよ、声自体が。なんか自分の声はなんかあんまり好きくない、自分が聞くとね。でもなんか、なんなんだろうね、この現象。アイキューの声好き、嬉しい。私が好きじゃない分、みんなが好きだったらいいや
声めっちゃいいなって思いました。なんか結構低い低めの声なんですかね。ドラマ出演おめでとう、嬉しいです、ありがとう。なんかちょこっとなんですけど出てるんですよ今度。そう、あの3年 VR 組っていうあのドラマがあるんですけど、そう、それにねちょこっと出演させていただいてます。わあ、タワーもらった、りょうちゃん、りょうちゃんありがとうございます、ありがたわー。ありがとう、すごいマカロンみたいなマカロンクマ、ありがとうございます。ちょっと書こうかな、紙をあっちに、ちょっと待って、じゃあアディダス、アディダス、役名本人から撮った、いやなんかね分かんないけど似とるよね確かに。だってさ、なんか紹介をしていただいたんですけど、その現場に入った時に、はい、それでは紹介します、中込舞役さん、中込舞さん、舞役で中村舞さんですって言われて、でおー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 みたいな、みたいな、ど名前あれみたいな、どっちが名前あれみたいな、どっちもマイヤーみたいな感じがあれだけど分からんくなってくる。そう、あれあれって、まあマイちゃんです、まいちゃんですね。ほほ、どんなドラマ、なんか今話題のメタバース、仮想空間みたいな感じで、そう、そういうのが絡んできたやつなんですけど、なんか全体ストーリー的には、そう、なんか仮想空間での中のなんか恋愛ストーリーなのかな。JK 役なの、そうそうそう、女子高生、そうなの、そうなの。え、そう、ゆいゆいさんが、そうなんですよ、一緒で、そうなんです、そうなんです、しよう、クマに制服着せよう。なんか話した、いや私ね、なんかそういうね、なんて言うんですか、現場に行くとね一言も喋れなくってまあ皆さん想像つくと思うんですけど、でさ、なんかさ、私がね本当にね一言も喋れなくって、なんかこう、そしたらなんかマネージャーさんとか STU、 そのいろんなね、その
いらっしゃるんですよ、現場に。そのもう本当にいろんなスタッフさんが本当にいらっしゃって集まってて、そしたらなんかさ、こう待機時間とかにさ、こうなんかこう喋ってたりこうするんですよ、みんな。でも本当に喋れなくって、でそしたらなんか STU 側のマネージャーさんとかスタッフさんとかがすごいなんか我が子を見るように、なんか友達できてるかなみたいな感じですごい心配そうな目で遠くから見てるんですよ、こうやって。なんか大丈夫かなみたいな。私はなんかこう本当にあの何ですか、あのなんだっけ、参観日みたいな、参観日みたいな感じでこうあのマネージャーさんにあーみたいな、もう保護者みたいな。なんかすごい目線をね、これ難しいな、制服はリボン、うん、そうなの、大変。もしかして以前のロケバス配信の時の仕事？ロケバスの時はあれですよ、ミュージックビデオです。ミュージックビデオめっちゃ遅かったんですよそうですね、ミュージックビデオですね、それは。そうそうそう、その日にね、その日は朝は別の仕事をしてて、そうなので、昼から行って撮影だったから夜までかかっちゃった。そうそう、恥ずかしがり屋？いいえ、恥ずかしがり屋です文章の前後が合ってません。怒ってる？怒っていません。なんかね、 VR 組、その3年 VR 組ってやつね、なんか優等生みたいな役だったんだけど、全然優等生に自分あんま見えない自分はあんま見えなくてさ、優等生かみたいな。できた。じゃーん、ありがとうございます。ちょっと待って、じゃん、りょうちゃん、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。キラリン、嬉しい、ありがとう、りょうちゃん、ありがとうございます。あのね、撮影の時に嬉しかったのは、撮影の時じゃないんだけど、なんか楽屋にね、もみじまんじゅうをね、そうだから もみじまんじゅうをそう持ってってもらって、楽屋にね置かれたんだけど、中村舞様よりもみじまんじゅうをいただきましたって張り紙と一緒にもみじまんじゅうを置いてもらって、そしたらみんながもみじまんじゅうを取っ
撮ってくれたことがすごく嬉しかったです。もみじまんじゅう、なんかすごく嬉しい。ありがとう。なんかね、あの定期的に見に行ってちょっと待って、やばい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 、やばい、充電がなくなりそうだったわ。そう、定期的にもみじまんじゅうを見に行ったの。なんか減ってるかなって、そしたらやっぱ数が減っていくのってすごく嬉しくって、もみじまんじゅうがなくなっていくのがあみんなが撮ってる、嬉しかったです。そうなの、人気なのはこしあん、やっぱこしあんが人気なのかな、王道だもんね。そう、しかももみじまんじゅう生もみじだから、生もみ、もみじまんじゅう2種類あるんですけど、その生もみじはなんかちょっとね、賞味期限が早めで早く食べないといけないんですけど、その分なんかもちもちっていうか、そうなんかね、中が結構生地がしっとり系のもちもち系なんですよ。美味しいです。私生もみじ大好き。ありがとう。ね、生もみじめっちゃ美味しいよ。もみじまんじゅうだけ、普通のやつ、生じゃないやつを食べたことない人は食べてみてほしい。好き、ありがとう。ありがとうございます。自分で焼いて食べるのかと思った。そう、生だから、確かに生もみじまんじゅうの生って何の生なんだろうね。なんかよく生まるまるってあるけど、その生って生クリームの生っていうのを聞いたことがあるんですよ。でも別に生もみじまんじゅう、生もみじの中に生は入ってない。あ、生クリームは入ってない。何の生なんだろう。半生？お腹はでも壊さないですよ、一個も。あ、八つ橋？生八つ橋。いや、美味しいよね。食べたーい。食べたーい、食べたーい、食べたい。皮が違うのかな？確かに皮が違う。どっしりしてる感じがする。全体的にも。揚げてないから。え、待って、もみじまんじゅうってさ、なんだありゃ。あれって揚げてるの？焼いとるんかな？あれ何なんだ？生き生きしてる。生きてるってこと？生もみじは？普通のもみじまんじゅうは？生きてないの？残酷。生きがいい、生きがいいってこと？焼いてるんだね。もみじまんじゅう。製造工程見たことない。
中の具何が好きか。チーズ。なんなら揚げもみじのチーズがマジで大好き。本当に大好き。本当に美味しい。美味しい。あの揚げもみじのチーズがマジで好き。美味しい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 。食べてほしい。本当に美味しい。もう1個じゃ済まん。本当に本当にもうペロ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 リペロじゃないペロリ、もうすぐに食べ終わる。もう1個いるってなる。なんかねしょっぱい、若干揚げもみじのチーズ。そう大抵揚げたてで、そうペロじゃないペロリ。そうよ、あのね広島駅にもあるんですよ。あの宮島にあるんですけど、宮島だけかなって思ったらまさかの広島駅にもあってですね、広島駅のあのこっち側こっち側にあるんで、ぜひあの1階のこっち側、こっち、あっちじゃなくてこっち、ね南じゃない方かな、北の方かな北のところ、なんか北のところにすごいあのタクシー乗り場があるんですけど、そこら辺の近く、あ室内、こっち側。新幹線口、そう北口が新幹線口の方だね。早く言ってよ。え、早く言ってって、早く言ってよ。本当に。ええ。通販ないの？いやもう自分であげるしかない、もみじまんじゅう。通販？あげもみじの？自分であげたことないけど。だからなんか。サクサクな、なんかさあの衣みたいなのついてるよ。天ぷらかなもうなんか喋ったらなんか何言うか分からんくなるけ、あんま喋らんとこ。揚げ配信待ってます。え、めっちゃ怖い。油じゃあお姉ちゃんに見守ってもらわんとね。なんか私揚げ物はなんかしちゃいけないっていうなんかルールがあるわけじゃないんですけど、なんかあんまりするなっていう感じで、なんか お母さんがよく言っててなんか危ないよみたいな。あ、揚げ物そんなに自分でしたことない。揚げ焼きぐらいならするけど、揚げ物っていう揚げ物はませんね。料理する、うん、ぼちぼち。もう最近あんましてないかも。なんか作ってって言われたらオムライスしか作らんかも誰に作る？お姉ちゃんしかおらん。姉キュ、姉キュ。お姉ちゃんがね、なんか夜いつもお姉ちゃんと過ごしてるんですよ。夕方ぐらいからずっと、夕方ぐらいからじゃないか、もうちょっと後か。でね、最近ここ最近 WBC がやってたじゃないですか、あの野球でさ、野球がさ4日間ぐらい連続であったんかね。そしたらさ3日目ぐらいにさ、なんかユニフォームがね
なんか白だったのになんか全然違う色のユニフォームになってたんですよ。なんかユニフォームが変わってたの。3日目か忘れたけど4日目だっけ3日目か。そう全然違う色になっててさ、お姉ちゃんにさ見てて、あれどっちが日本みたいになって、ちょっと見てたらお姉ちゃんにユニフォーム変わったよねって言ったら、お姉ちゃんが今ユニフォームは洗濯中なんよって言ってたんですよ。え、本当に洗濯中でユニフォーム変わるんかな。ビジター用って何？ホームとビジター？なんじゃそれ？違う？お姉ちゃんが言ってた、そう言ってたんですよ。でもなんかそうなんやみたいな。ホーム用とビジター用。へえ。あ、なるほど。え？どういうこと？なんで？なるほどとか言ってきながらどういうこと？その自分のところでやるのと全然違うところでやるのところ、うん？地元用か外用か？白がホーム。なるほど。東京でやってるから。でも今回は洗濯してるからとかじゃない？そういうわけじゃない。今回は途中で変わったのは。後からが大人の事情？そういうのがあるのか、野球にも。気分で変える？でもさ、その日さ気分でさ、誰の気分かにもよらん？そしたら困っちゃうよ。専攻と高校？へえ、なるほど。なんかめちゃ疑問だったの。ユニフォーム 2,3 枚ある？ユニフォームの番号はさ、あれさ、好きな数字でいいの？好きな数字をさ書いてる？わ、ありがとうマシュマロ。あ、決められたの？あ、決まっとる。好きな数字じゃなかった。先輩から選ぶ。え？そうなの？かぶっちゃいかん。ああ大変だ。じゃあ、あれだ、絶対に9番だけはやめてねって目で送る、目線で。みんな9だけはやめてね頼んだよって。なんか私ね、野球を見てて初めて知ったというかびっくりしたことがあって、打つ人は守らないといけない。投げる人は投げる人だけど、打つ人は守らないといけないだよね。でさ、そりゃそう。なんか守る人は守る人専用っていうか、その守るだけの人がいるかと思ったら、その人にももうなんかお姉ちゃんが教えてくれたの、ショートとかなんかそうやってなんかポジションが決まってるんだよみたいな、守る位置も決まってるんだよって言ってて、打つ人は打つ人だけじゃなくて、打つ人は守る人もしないといけないから、そうなったら選手いっぱいいる。やばい、残り 10% なんだけど。ちょっと待って、困った。残り 10% って大丈夫かな。
人数が多すぎ。いやそうなの。そしたらあの野球は9人でするものだよって教えてもらって、確かにそうやみたいなそう、それを学んだ。あ、残り3分よかった。なんかね、充電の減りが最近早くなった気がする。あれかな、携帯のバッテリーってさ、結構携帯長いこと使ってたら減りが早くなるからさ。あ、 DH がいるから、え、え、わかるよ、指名打者でしょ。ん、そうだっけ、指名打者、覚えた。 DH だから一人でずっと考えてた。えーんDH 中村舞、指名打者。え、ちょっと待って、やばい、壇上呼ばんといけんよ。タカちゃん、カロさん、リョンキューさん、クマオネパパさん、福太郎さん、マクアラオンさん、リョウちゃんさん、ボンちゃんさん、50代独身さん、キナペコさん、マサさん、ゆずきちさん、トールさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、もう終わる？あと何秒かしかない？お疲れ様。え、ありがとう、おやすみ。今日って何曜日やったんやろうか。火曜日か、月曜日か、火曜日か、どっちやって。今日月曜日か。あれ？月曜日昨日やった気がしたんだけど。あ、そうか、今日は月曜日。あ、今日、うん？明日が火曜日か。ち、ありがとう。うん、またね。おやすみ、おやすみ。また明日。明日は STU チャンネルがあります。皆さん、夜あるのでまた言います。また明日。うわー、おやすみ。なんか食べたい。なんか食べたい夜。おやすみー、じゃあねーバイバイ。お腹すいたー。